2対2対3の3分戦、青番周回3コーナーから4コーナー、九州が前受け、中段には近畿勢です。そして6番の南儀が後方の5番手、人気は九州勢、そして4番手の西村と分け合っています。打掌の周回に入るところ、後ろからゆっくり上昇は6番手の南儀、南儀がここで前を抑えました。近畿が切り替えていきます。これで7番車の利根が6番手に車を下げて前後夫人入れ替わりました。ジャンマイ2コーナーからバックストレッチ、先頭後ろから抑えたのは6番車の南儀、追走4番の西村、金が入って3コーナー、中段変わらず2番車の白上で人気を集めた7番の利根君春は後方に回る展開。さあ前で6番の南儀がグッドペースを上げてまいりました。さあ縦長、残り400を切って1コーナーに向かいます。中部勢が主導権、4番手には2番の白上翔がいて、7番の利根君春は後方の6番手、4番手、ここで先に2番手の白上翔をまくってまいりましたが、5番の前田がちょっと離れて、前田は内に進路を取りました。まくり切ったのは2番手の白上、あとは2番手切り替えて、4番の西村にまくり上げて、7番の利根が上がってくる、4コーナーを回ってくる。さあまくり切ったのは2番手の白上、白上先頭で五輪、2着は4番の西村か。